に川崎麻世さんを迎えて福岡県福岡市を散策中。麻世さん、とある場所に気づいたようで。お、大名だ。はい、この辺は大名ですね。俺大名よく来たんですよ。あ、そうなんですか。これね、仕事で来て、はい、必ず大名の店に寄って帰ってた。それは飲食店に。飲食店。何のお店ですか。あのね、海鮮をね、はい、あの自分で焼くんだけど、はい、炭で、はい、で、そこの大将に、今日多分あれって言ったら、あ、今、あ、今あの80匹釣りましたっていう感じの今釣りました今、海にいますみたいな。それは新鮮です。海からそう。ちょっとそのお店覚えてないんですか。覚えてるけど、もうなくなっちゃった。あ、なくなっちゃったんですか。痛かったですね。いや、本当に美味しかった。あ、またいい雰囲気の喫茶店がありましたよ。本当だ。あ、営業中。ここちょっと聞いてみますか。OK です。あ、本当ですか。ありがとうございます。でもこういうところに入って、私はいつものって言ってみたいですね。いつものってかな、じゃあいつものって言ってみれば、いつもの何が出てくるか。それいいですね。いつもの岡田真奈に出てくるんじゃん。ちょっとなんでですか。俺あの話にはよく聞くけど、うん、食べたことがない食べ物があって。何ですか。あのプリンアラモードはどういうことなのか分かってないんですよ。プリンアラモード。なるほど。プリンアラモード分かりますよ。いや俺は分かんない。分かんないですよね。食べたことない。でもプリンアラモードってなんかよく聞きません、うん、よく聞く。僕プリンアラモードにします。今日初めて人生初めて食べます。プリンアラモード、野菜トーストと、はい、プリンアラモードと、はい、いつもので。おい、違う分かんないですね。僕は長いんですか。47年です。え、47年やってるんですか。僕同級生です。僕47歳なんです。あ、そうなんですね。すごい。じゃあ小田さん、47年の味を今日は ありがとうございます、はいはい、楽しみにしてます。俺ね、無駄遣いできないタイプ、うん、でよく言われたの、お母さんね、一杯100円のコーヒーを売るために朝早く起きて豆をあれしてコーヒー立てておしぼりを出して水も出してずっと100円で何時間もいるわけでしょ、お客さん。はい、そうですね、うん、確かに。だから100円の価値が俺子供の時からすっごいあって、無駄遣いできない。なるほど。そう、でもいい教育ですね、それ。うん、だから、ね、消しゴムお金の価値を教えてくれたってことでしょ。そうだけど、それこそね、はい、ジャニーさんが、はい、ゆうたち、ちょっとなんかラーメンとか食べないっつってさ、はいはい、中華行くわけよ、はい、出前取ってくれたり、はい、俺じゃあこれ何食べばこれ美味しいねっつって、もうあ、ジャニーさん美味しいですよこれうまいよっつって、はい、天津丼食わせてもらって、はいはい、天津丼と餃子をね食ったんですよ、はい、で普通に食ってた、はい。で天津丼、天津丼、4000円これ何ですか、これ何ですか、4000円ですか。餃子ね、餃子も食ってたね。餃子2100円、焼き餃子だから1人前で6100円も。何この店これだから13歳とかから食べてた、食ってた、ね、出前出た。これプリンアラモード、はい、どうぞ。プリンアラモードって結局何なんですか。あのプリンとアイスクリーム、あとこのアラモードっていうのはもうこう並べて、はい、うん、今フルーツがパフェっていうのは縦に、お、うん、あ、分かりやすい、うん、これがプリンアラモード、うん、ヤバキン人生初のプリンアラモードを実食。そりゃ美味しいですよね。美味しい、そりゃ美味しいです。申し訳ないですけど、マヤさんのお母さんちより美味しいと思います、これ。そんなことないよ、アラモードは。そんなことないよ。こっちの勝ちだと思います。65年の歴史あるから。お母さんが言うには、こんなハイカラのものはなかった。ハイカラ。ハイカラですか。そう。これハイカラだよ、ね。ハイカラですか、ね。やっぱり平方では無理ですかね。大阪で。昔の。ジャムトースト。厚切り。はい。ジャムたっぷり。ジャムトースト。厚切りなんですね。ふわふわだ。
眉間にシワ出てますけど。持ってます？大丈夫ですか？いや鼻が広がってますけど、今度は。しかもトーストにしてね、手作り感もあって。いただきます。うん、懐かしい味。懐かしいですか？うん。シャキシャキ言ってる。うん、これいいですね。お腹いっぱいになって余ったら真空パックに入れて持って帰ってね。喫茶店の味を堪能したところで、この後は実践のコーナーですよ。引き強マヨさんを倒せパチンコバトル。どういうこと？どういうこと？いや今日はやってやりますよ。今回はですね、過去のパチタウン TV の出演を見て、マヨさんがとにかく引きが強いということで、今日は山のキングと私でタッグを組んでマヨさんを倒しに。2対1でマヨを倒せ。ど素人の俺より。いやいや、あの引きが強いのは罪です。引きが強いのは罪。そうなの。もうそれをやっつけますから。あのね、正直男として負けてる部分はほぼないんですけど、父だけは本当にありまくりですよ。大体負けてますよ。そうでしょ。なかったないよね。ほら、マヨさん言ってんだから。俺優しいから。ほら、謙虚さも負けてる。単純に出玉でのポイント獲得、はい、そして2個目の項目が、プレミアムを出せばポイントがさらにつきます。もう一つが NG 演出というのがあります。これは NG 演出というのが出た場合、はい、当たればマイナスにはならないんですが、外した場合マイナスポイントとなります。なるほど。その決められた NG 演出が出て外れたらマイナスポイントね、はい、それはもちろんあれでしょ、みんなでしょ。みんなで。マヨさんもそうです、ね、そうです、もちろんです。マヨさんの NG 演出いっぱいにしちゃえばいいんだよ。マヨさんからやめてや。いや、なんかいろいろ NG あるでしょ、マヨさん。いやいや、やっぱ何言ってるの。何を言わせるの。はい、この3つの項目をかけてバトルしていきたいと思いますので、はい、それでは行ってみましょう、はい、それではマヨさんを倒すぞ。やめてくれ。おい、ミニコントか。ミニコントやってるんですか。やるぞ。頑張りましょう。よし、頑張るぞ。倒してやる。ね、聞くところによると相当引きがね。いや、めちゃめちゃ強いから、マジで。さあ、今回岐阜堂々こちらの台で勝負していくわけなんですけれども、はいはい、一種二種混合タイプとなっております、うん、大当たり確率は約199分の1で、初当たりの、ラッシュゲットすることができれば、はい、その後はいい感じで楽しめるということなんですけど。いや、全然わかんないです。まあ、継続率大体 83% ぐらいある台ですね。なんで結構継続率高い台ですね。そうですね。はい、で、ちなみに、まあ、4大演出と言われるものいろいろありますね。金系演出、はい、あとは戦友ゾーンなどあるんですけど、うん、その中の一つが今回、はい、NG 演出となっております。お、 NG 演出決まりましたか。はい、今回の NG 演出は鉄線キセル予告。そうやと思った。こちらとなっておりますよ。でもほぼ当たるよ、あれ 79% ぐらいあるんですよ、信頼度。はい、なので、うん、それを出して当てればいいんですけど。当てればいいけど、外れれば、ね、外れた場合はマイナスポイントですから気をつけてください。はい、気をつけようがないけどな。そういうね、演出バランスも引きのうちかもしれませんからね。なんかあれやね、でもマヨさんの顔ってこの花の刑事とか岐阜堂々に出てきそうな感じの。そう、ちょっと。あ、マヨさん、こういう、なんていうんですか、時代劇じゃないですけど、こういう役とかされたことあるんですか。あるよ、時代劇。うん、はい、それ、例えば真田幸村とか。あー、似合いそう。幸村やってんだ。あと、佐々木小次郎もやったから。あー、かっこいい。なんか、ぽいセリフ聞きたいです。ぽいセリフが。ぽいセリフ聞きたいですね。一体どういうセリフなのだ。かっこいい。ちょっと本当にそんな感じでやってるんですか。どうだろうね。でもまあ、でもその時のほら役によるじゃない。いや、それすぐできてかっこいいっていうのが。おおい、ちょっとちょっとちょっと、俺チャンスですよ。あ、早っ。かなりチャンスですよ。トモゾーン行きましたよ。極め極め行きました。はい、あ、キング極めトモゾーン。うわ、そっちでよかった。あ、来たぞ来たぞ。あ、これちょっと外れたらまずいやつね。これですよね。はい、これでも当たるってことやから。よし、もらった。本当にこれもらった。だってさっき運も絡んで、はい、これもらったよ。そうですよね。うん、4大エース2個絡んでますし、はいはい、大丈夫でしょう。
俺は男としてマヨに勝つなんか言ってる。俺は負けないぜやっぱなんかこの重みが違うな俺も低音やな何これこれ何これあ、触れてる。あの開始の時にあ、ちょっとマヤさんちょっと待ってマヤさん当たりました。マヤさん当たった。当たったの。マヤさんちょっとやめて今俺だからマヤさんマヤさん当たってますよ。マヤさん当たってる、はい、マヤさんすげえ。いや俺も当たりました。でもあ、よかった。よし、なんとヤマキンとマヨさんが同時に大当たり。2人ともラッシュ突入となるのか。さあマヨさんは時短1回プラス残り掘る4回のこの5回転以内で当たりをゲットすればラッシュに突入します。はい、はい、これですよマヤさん。これこれね。はい、大チャンスです。オッケー。私もストック放出。あ、ビジョン赤。これはいくっしょ。これはいける。いざ行かん。さあ、まやさん、これで決まるか。よし、あ、まやさん外れた。よし、よし、かい。私も追っかけます。よし、えラッシュ突入に成功したヤマキンと外したまよさん、この差が今後の展開に大きく左右するかも。あ、俺この100回転、100回転になってきます。もう当たるやつですよ。さらにここで香りにもチャンスが。当たってもいいんじゃないかな。もう箱もらっちゃおうかな。そうそう、プッシュ。あ、当たりました。やりました。え、当たったの。はい、初当たりゲット。色でのしさは緑。頼むぞ、まだ終わんないでよ。なんもなんないもん。通常プッシュ以外。あー、終わった。ラッシュ入らず。ラッシュ入らずです。残念。ここでヤマキンもピンチに。ラッシュ継続なるか。よし、ちょっと頼む。来た来た来た。もらったぞこれ。嘘でしょ、嘘でしょ。上がれば。あー、上がらなかった。来い、ある、来た。よし、当たりました。当たった。まだラッシュ続いてます。よかった。もうでもこれで5連チャン目よ。おお、はい、早い。急な時は5月前と書いてあったりする。よし、リラウンド。まだ続いてるんですか。はい、もう僕今あの保留連したんで、あの保留連決まったんで、お、7連チャン目確定しました。おお、あー、リンケージだ。よし、はい。トラ柄出てたんですか。よプレミアゲット。じゃあよっしゃ前さん、すいません。なんかこのままでは確かにね、僕も正々堂々と川崎前に勝ったと言わないんで、言えないんで、はい、前さんのだからポイント2倍にしていいんですよ、出玉分の。優しいところなんだね、はい、まあでも当たらないと意味がないですからね、結局ね。まあ、そうだね、はい、見てください、この2人あー、レインボーレインボーレインボー保留だ。わまあ、今回一応レインボー保留とかは、はい、あのプレミアムエースからは除外されます。いや、いい、いい、これ見るとめっちゃ綺麗。もう女性の話ばっかりですね。いや、やばい、このレインボー保留はいい。しかし、その前の保留で発生したリーチで、なんとプレミア級の演出ってことで、レインボーの前に当たったよ。レインボーの前に当たったから、この保留連が出てくるんじゃないかな。 V ストック、うん、演出上であるかもしれないですね。あ、でも残るレインボー保留で連チャンするヤマキン。この勢いは止まらないと、ここでようやくマヨさんにも。いや、捕まえ、捕まえられない、捕まえられない。 3D 覚えてください。はぁ、ハルほら、竜掴もうとしたから怒ったんですよ。このまま勝利を掴むのはヤマキン&カオリチームか、それとも
いやマジ終わる気がしないぞこれ。 いいですよね岐阜堂々。はい、今10連チャンしております。はい、いや、はい、はいじゃなくて、え、なんですか、すごいですねとか、はい、そういうこと言わないと。すごいですね、かっこいいですね、やっぱマヤさんよりキングの方がかっこいいんじゃないですかみたいなところまでになった。本当なんかこだわるよね、そね。いや、よし、よし、すごい。あ、これが最後。よし、また出た。すげえな。14連チャン目ゲットです。あ、当たった。あ、ちょっとチャンスかもですね、私。あ、待って、出た。あ、出た。NGS 出ました。いや、これ外れたらマイナスだからね。ちょっとストックが1個ありましたけれども。大丈夫やろね、かおるちゃん。いや、まだわかんないです。うわー、最強リーチではなかったですね。カレツグ対ハンド、しかも。タイトル通常、テロップも通常、緑保留。やばいかもです、キング。ちょっと通常。あ、テロップ赤になりました。それを外すようなやつはもう知らんで、俺は。やばい。いや、当たるよ。大丈夫でしょ。え？え、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、通常プッシュよ。あ！やってもうた？やってしまいました。嘘でしょ。待って待って待ってください。かおりちゃん、え、復活なしよ。ちょっとかおり NG 演出を外してしまいポイント減点。どれだけ減るかは番組最後で決まるぞ。そして山金もここでついに、いやーボタン、え、終わり？いや、終わった可能性が高いです。あ、終わった。あ、終わりました。ただ15勝して15,633。圧倒的な差をつけたヤマキン&カオリチームがここでマヨさんにコーヒーをプレゼント。勝者の余裕ってやつ。はい、はい、あ、ここでようやくマヨさんにチャンス到来。持ってる個性とパワーが素晴らしいね。なるほど、入り損ねたな、御三家に。キング、本当に後から恥ずかしいな、恥ずかしいこと言ってたなって思いますよ。年代って、はい、ジャニーズに例えるとすれば誰なんかと一緒。僕は高校生の頃に光源氏が出てきたぐらいですね。ちょっと赤カットに入りましょう。そうですよね、来ました。あ、ならなら、あの、変動してます。マヤさん、これチャンスです。もしかしたら、うわ、当たりました。当たった、当たった、当たりました。いやー、さあ、これダッシュに入るかどうかですね。はい、マヨさん、大当たり。ここでラッシュ突入させないと、もう追いつくこともできないかも。いや、でも赤はないね。そうですね、青と緑でストックがまあどこで、あ、ここで赤ビジョンかな。あ、早い、ストックも使ってる。これこれ、うわー、いった、いった。はい、これラッシュ連チャンゾーン突入です。いやー、たまにはやります。なんか確かに一発目で来るあんまりないよね。見事ラッシュ突入。マヨさん、ここから逆転するのはやや厳しいが、果たして。7000発ぐらい出されるとやばいってことね。8000発。あ、マヨさん当たりましたね。当たった。はい、なんだかんだで残り時間はあとわずか。マヨさんの逆転か、はたまたヤマキン&カオリの逃げ切りか。あ、当たった、当たった、当たりました。すごい、保留に当たりがありました。終わりません。
これはもしかするとマヨさんの大逆転が見えてきたかも。これまた、はい、あのレバーのやつ見せます。演出も見せてくれる。あ、アニメーションだったよ。成功だ。すごい。でもほら、はい、マジでさ、ガルちゃんの、 あのコーヒーくれてからだよ。あ、またそういうとこが優しいよな。本当に本当に本当に。ブラックコーヒーパワーが。そう、やっぱそういうところやな。マヨ様に届きました。カオルちゃんからコーヒーもらってから全然当たらなくなったわ、はい、ちょっとなんでそういうこと言うんですか。これが差ですよ。スターと普通の人の差です。あれが、いや、でも上手い下手ってそんなないですからね、パチンコ。ほらもう8000やん。そうですよ、これ逆転やん。次当たったらヤバいんですよ。ヤバいな。いや、当たりそう、これ。わー、マックスいった。イエー、10ラウンドでしょ、これ。はい、イエー、やばい。ほら、もう変なことになっちゃったぜ。ここでタイムアップ。どちらが勝ったかわからない状況に。NG ワードの減点ポイントで勝敗が決まる。いい勝負です。数量です。どうなんだろう。実戦終了。さあ、ということで、はい、うん、私と山のキングチームは、うん、超えられたのでしょうか。はい、皆さんの結果発表したいと思います。はいはい、私たちのチームは1万8000400ポイントでした。なるほど、いい、なかなかいいんじゃないですか。すごい。でもね、でも、はい、でも、はい、かおりちゃんがキセルで外してしまったんで、はい、マイナスポイントがつきます。そのマイナスポイントをこの封筒から選ぶらしいです。はい、はい、ちょっとこれでします。頼むよ、ちょっと。はい、マヤさんも最後結構連チャンしてたから、せーの、じゃん。マイナス1000ポイントということは17400ポイントが、はい、僕たちのポイントね。はい、8000ポイント以上あったら負けだね。はい、そうですね、うん、2倍なんで、はい、さあ、じゃあ前さん、はい、最後連チャンしてましたが、はい、最終的なポイントを発表してください。9000 200ポイント。ちょっと待ってもうそこで負けてる。負けてる。9000ったんすか。小競り合いとかじゃなかった。9000に200ポイント。マジで。ということは2倍。ちょっと、まあ、2倍っておかしくない。キングが言い出したんだよ。だって、そうだよ。そうですよ。そうだよ。だって俺のこと舐めて言ったじゃん。そうですよ。ということで今回勝者川崎真弥さんです。やっぱ最終的にこうなるんだよ、やっぱりよ。やばいよこれ。いや、どうやって倒せんねんこの人。マジおかしいやろ、最後あんなレンチャンするの。なんかでも本当に俺最初も全然ダメで、そうですね、もう絶対に俺も本当にもうだんだんもう眠くなるばっかりで。もう何にもなかったですかね、結構。それで本当にコーヒーくれたから、はい、結構パワーアップした。あれじゃん、だからマヨちゃんがおかしいよね。そう、マヨチームに入っちゃってるからさ。マヨさんしかいない。もう本当、今日一可愛かった。今日一可愛かった。まあ、じゃあ、まあいいです。ということで、また次回こそはね、はい、マヨさんを倒したいということで、今回はここで終わりたいと思います。はい、よっしゃ、また来週お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。最後、絶対こうなるもんな。登録はこちら。違うよ、チャンネル登録だってば。チャンネル登録はこちら。お気に入り動画はこちら。登録してね。あ、今 OK。 あ、私最後。あ、オチだよ、オチ。オチか。あ、ごめん。